はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、僕がねお正月の時に一気読みしてしまった、ちょっと怖いエロティックサスペンスミステリー漫画って感じですね。もう完結してる漫画なんで手出しやすいと思うんだけど、これめっちゃ面白いです。さあ早速ね紹介していきましょう。もうタイトルとサムネ見てもらったら分かると思うんだけどね、こちら監禁状、監禁にお嬢様の嬢ね、監禁状っていう漫画、これねめっちゃ面白いです。久しぶりにね、これ今全部で80話ぐらい、全80話なんだけど、それをもう一気に読んでしまった本当に漫画ですね。もう次がどうなるんだ、一体これは何なんだっていうね、もうそれが続きが気になって仕方ないような、そんな感じの作品です。まあ、簡単にあらすじ紹介しましょう。主人公はね高校教師の岩野っていう、まあ、男性で、彼にはもう愛する妻がいて子供も生まれたばかり、まあ、生徒からの信頼も厚くてね、まあ、旗から見たらもうすごい順風満帆な生活を送ってる高校ってる、まあ、サラリーマンというか、まあ、大人の男性だね。でそんな順風満帆な生活を送っていたある日、目が覚めると全裸で監禁状態になってたと。でそしてそんな自分の目の前に現れたのは過去と名乗る見ず知らずの女。この過去っていう女の子に、私のことが誰か思い出せないのというふうに問い詰められるんだけど、思い出せないと。全く自分には心当たりがないと。でそれで女に言われるんだよね、私は誰だ、思い出すまで許さないと。でその日はなんとか解放されて、この岩野っていう、まあ、主人公は家に帰るんだけど、その次から次へと自分の身の回りでいろんな異変が起きていくんだよね。でその異変を一個ずつ解決していくうちに、だんだんこの過去という女性の正体に気づいていく、でこの正体を探していくっていう、そんな感じのお話です。まあ本当にねすごい久しぶりに一気に読んでしまった漫画でした。まあ前からねこの漫画ちょっと知ってたんだけどね、読んでなかった、ちょっと絵が独特でうんと思って読んでなかったんだけど、読んだらめっちゃ面白いね。もう完結してるんで一気に読めると思いますんで、よかったらぜひこちらね、監禁状、ぜひ一度読んでみてください。めちゃめちゃ面白いです。うん、個人的にめっちゃおすすめですね。だいたいね、男が好きなエロス、グロさ、サスペンス、ミステリー、まあ、ここら辺の要素をふんだんに詰め込んだ素晴らしい漫画になってると思いますんで、よかったらぜひこちら監禁状読んでみてください。ちょっと絵のグロテスクな感じもねだんだんハマってきますね。これはここ最近で一番おすすめのミステリーサスペンス漫画でした。監禁状めちゃめちゃおすすめです。ちなみにこちらの漫画はね、僕はこちら漫画ガウガウっていうアプリ、このアプリでね、基本無料で読めますんで、よかったらまずはこのアプリを落としてもらって読んでみてください。監禁状めちゃめちゃおすすめなエロミステリーサスペンス漫画になります。よかったらぜひ読んでみてください。そんなところかな。それではね、今回僕のこの話を聞いて監禁状読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録高評価お願いします。読んでよっていう人はね、下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。